ったく、時間食っちゃったよ。え？さあ、こちらです。東条会系松金組、規模としてはさほどでもない。業界内で俗に枝と呼ばれる末端の組だ。だが組長の松金貢は俺にとっても海藤さんにとっても親父だ。親父、矢上さんをお通ししました。おお、久しぶりじゃねえか、タボ。なんだよ、全然顔出してくれねえんだもんな。あのな、おやすさんだけだからな。この事務所で俺を歓迎してくれてんの。まあ、そうかもな。カイトはどうだ、元気でやってるか？元気だよ。例の件がなきゃ破門せずに済んだのによ。あれがかれこれ一年前か。あいつも俺には息子同然だった。もう済んだ話だろ。ああ、お前んとこで元気でやってんならそれもいい。俺も海藤さんのことは兄貴だと思ってる。20年前、あの人やおやすさんに会ってなきゃ俺も今とは別の人生だ。相変わらずいいな、お前は。失礼します。どうぞ。それで、この歓迎されてねえ事務所まで来たのは何の用だ？羽村の頭の件で。あれか、源田さんとこに弁護頼んだって聞いたがよ。タボも手貸してくれんのか？神室町に協力会の拠点があるだろう。場所が知りたい。そこの組員に聞きたいことがある。けどお前、連中今相当ビリついてんだろ。分かってるのか？ちょっと話聞くだけだよ。ゼネコンの梶平グループってあるな。いや、よくは知らないけど。関西の大手だ。で、その梶平系列で KJ アートってのが占領通りにある。ビル一棟丸ごとその会社のもんでな。協力会の連中はそこに詰めてんだよ。占領通りの KJ アートね。分かった。忙しいみてえだな。今度そっちの事務所に遊びに行っていいか？お忍びでよ。まあもちろん。海藤さん、おやさんと話せたよ。協力会の拠点は KJ アートって会社だ。そうか。じゃあ例の村瀬ってのもそこにいいんだな。いや、それは現場行って確かめるしかない。となると張り込みか。おお。じゃあもしかしてドローンの出番か？それもあるかもな。了解だ。俺もすぐ KJ アートに向かう。見てる。
もしもし。カイトだ。KJ アートに着いたな。ああ、そうらしい。カイトさんは今どこ？ KJ アートに向かって右見ろ。怪しいな。ん？わかった。俺も今そっち。わかった。時間食っちゃったよ。ここから KJ アートがバッチリ見える。ビルの中は確かに極道らしいのがうろついてたぜ。じゃあやっぱり狂霊会のアジトか。間違いねえ。村瀬はいたか？見当たらなかった。さっき鳩飛ばしては見たの。ん？しっかり。ああ。未熟な部下にお手本見せて。へいへい。村瀬の写真、ビルの窓越しに村瀬が。Yeah.
あれ村瀬じゃねえか。フロア奥の個室か。やろう、俺らが行ったとこで会えるか。多分門前払いが席。おまけに頭の弁護の村瀬をじっくり絞るなら入り込むか、忍び込むか、強行突破か、どう攻めていくか。誰かに変装して入り込む。誰か、ピザ屋と。それじゃせいぜい。じゃあ出入りの、お、ただビルン、そう、あそこの室外機使う。ああ、れがもし故障、修理の業者が壊れてなければ壊しに。なるほど、冴えてるじゃん。どう、よし、じゃあまず室外機に。おう、難しいな。よし、ダメか。難しそう。
たとこに。いらっしゃいませ。ありがとうございました。もしもし。ダボ。ああ、そうか、 KJ アートの奴らが室外…狙い通り。それじゃあ、よし、これ、おい、変装、わかってる。どうも。エアコンが。お世話になっております。左手の扉から外に出ていただきますと、中のエアコンも点検させ。中のエアコン。そう、例えばそこの部屋に。そういうことでした。ありがとうございます。
しいな。あんちゃん、エアコン直しに来たんやろ。そこを見終わったら上にも来てくれや。あ、はい、すぐ行きます。ほな、こっちへついてき。サブ、早よ直してくれんとここへ死ぬわ。電源はついてんのに何も動かへんのや。わかりました。取り。ああ、これ。おお、早直してくれ。なんや、中開けてみたりせんのかい。外から触って治るもんなんか。さすがやないか。いえいえ、お役に立てたようで。ん？誰やお前。あ、
私エアほんまか。いつものあんちゃんはどないしたんや。妙やな。いつもの人の、そんないなはずない。あれなんやこいつ。怪しい。なんやと。お前ら生かして返すんやないで。ぐっせえ。ドアホン何してくれとんねん。あんだけ言うてたろうが。すんません、ほんまにすんません。
何やお前。てめえこれ。伊藤さん、エアコンが故障したって。だから、あ、じゃあ一応問題ないことを確認させていただいて。なんで修理してねえのにサインがいるんだよ。あ、ちょっとお手洗い借りていいですか。ダメだ、漏らせ。何やお前は。し、少しだけ話したいんですよ、村瀬さん。俺も命がけで来たんだ。それに免じて。邪魔し、ヤクザ舐めとんのかこら。Yeah!
何が目的や、お前。言ったろ、あんたと少し話したいだけだ。これ見てくれ。この久米を見捨てて逃げ出しているのがあんただ。なんなんや、お前は。神室町の探偵だよ。久米が殺された事件を調べてる。羽村の弁護士に頼まれて。じゃあお前ら、羽村を弁護しとるっちゅうことか。アホんだら、そんなもん相手に何も喋らんぞ。その交渉ならもう済んだと思ってたよ。まださっきの続きやるか。こんな真似してただじゃ済まんで。顔を覚えたさかいな。あんたも本当に羽村が久米を殺したと思ってんのか。当たり前や。他に誰がおるっちゅうね。俺もそれを確かめてるとこでさ、あの夜何があったかはっきりさせたい。はっきりしてるやろが、羽村が久米の目えぐったんや。以上。ん？どこで？どうやって？あの店のゴミ捨て場や。あそこでなぶり殺しにしたやろが。いや、少なくとも殺しの現場は別だ。それについては証拠がある。これがその証拠。なんやこれ。久米の死体。怪しいな。なんだこれは。なんだ、なんだ、ん？怪しいな。あんたに見せんのは酷だったかもな。けどこの写真で死体の周りにほとんど血の跡がないとわかる。別の場所で殺された後。そうか。少しは落ち着いて話。よし、なら一つずつ行こう。まず敵に組のもんさらわれて。動いたに決まった。組を奪い返すためにおる。でも応援は。あ、アホ抜かせ。あの晩アムールにはもう。そう思うわ。俺らはそいつを避けて裏口に回ったんや。そっちは防犯。そっから踏み込んだ。アムール。ああ。せやけど、その時の夜中の12。検察によればアムールで、あんたの話が確かなら。ふん。とにかく組かもな。ただだから法廷でしょう。やると思うか。なんで俺。一応聞いてみただけだよ。なるほど。じゃあ村瀬によると。そう、羽村の頭は村瀬の話とは矛盾しない。となると羽村の頭。頭がサウナに行ったって証拠。まあ結局はそこなんだよな。そうだな。よし、海藤さんも今日は上がって。そういや、お前でよし。